ちょっと前にコロナが流行って学校でコロナにかかる人が増えると私たちはなるべく家で勉強するようにしています。していました。喉が悪くなっちゃいけないから。だけど久しぶりに学校に行くよってなった時に明日学校に行くんだって思うだけで怖くなった。朝になって学校までママに車で送ってってもらってママの車から出なきゃいけないってなった時に私はママ行きたくないって泣き叫んじゃった。そしたらママがちょっとだけ行ってみたらどうって言ってくれたんだけど、どうせ誰も私の気持ちなんて分かってくれない。そう思った時に走って逃げ出したくなった。だけどそこでそんなことしたらきっとみんなの迷惑になるし、もっと何もできなくなる。そう思った。だから覚悟した。先生には今まで不安だったことも全部話した。私が今不安と戦っているということも話した。まずはママの言う通りちょっとだけ学校に行ってみることにした。教室に入ったら席替えもされてたし、前仲良しだったことも隣の席になれた。そして私が帰るときに何人か友達がついてきてくれた。学校に行ってみてよかったと思う。暗いと何があるかわからなくて全部怖いけど、だけど月みたいに小さな勇気を持てばきっと私は私らしくいられるんだと、そう思いました。今から歌う曲はレベッカさんのムーンです。よろしくお願いします。Thank you.
僕たちですが、最近いろんなところで歌わせてもらってます。もし見かけたらリアルローって声をかけてください。めちゃくちゃ喜びます。喜びます。 YouTube や Instagram、Facebook、Twitter もやっています。リアルローって検索してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ということで